皆さん、こんにちは。私の名前は、コンキムソンと申します。今年は二十歳になりました。生涯の終わる中から来ました。でも、来客で勉強しなければなりませんから、今、プロンペンに住んでいます。私の家族は6人います。私の趣味は、テニスをすることです。 私は未来日本語学校の学生です。オンラインで未来日本語学校で日本語を勉強しています。6ヶ月日本語を勉強しました。未来日本語学校はいい学校です。そして先生の教え方がいいです。ですから私は日本語を大体話すことができます。 皆さん、もし日本語を勉強しなかったら、未来日本語学校を選んでください。これです。終わります。ありがとうございました。